ディズニーパークスエクスペリエンスプロダクツ香港ディズニーランドリゾート香港ディズニーランド香港ディズニーランドは中華人民共和国香港特別行政区ワンクにあるディズニーパークの一つ世界で最も狭いディズニーランドだがアドベンチャーランドとジャングルクルーズの面積はディズニーパーク界最大であるリゾートのメイン施設として他のディズニーホテルショッピングモールとともに 香港ディズニーランドリゾートを構成する。2005年9月12日開園。世界で5地域目のディズニーリゾートで、ディズニーパークとしては11番目の開園。アジアでは東京ディズニーリゾートに次いで2地域目の施設となった。シンボルは眠れる森の美女の城。誘致を行った香港政府が約半分を出資している。開園式には、ディズニー社のマイケル・アイズナー CEO と香港政府の ソカゲ県行政長官のほかに、中国政府からは、ソ傾向国家副主席も出席しており、香港ディズニーランドを成長させるために、中国本土での上海ディズニーランドの建設を、中国政府は遅らせたとされる。場所は、ランタオ島北部のペニー湾。1998年に開港した、香港国際空港の近くである。空港建設時に近くまで地下鉄。 MTR 東遊線が開通しており、支線として、進む市2線が2005年8月1日に開通、パークまで徒歩5分の進む市2駅が設置された。香港国際空港からは約20分、中間駅からは MTR 東遊線の金沖駅経由で約25分、九龍駅からは約20分で行くことが可能である。また、北ランタを高速道路の支線が、 パークまで引かれており、九龍のチムシアッチからは、西九龍高速道路を経由して、約25分、香港島の中間からは、約30分、香港国際空港からは北ランタオ高速道路を経由して、約15分である。路線バスも設定されている。入場料金は、ピークシーズンでも大人350本コンドルと、低めに設定され、香港だけでなく、 中国本土山を台湾などの中華圏、さらには近年経済成長が顕著な東南アジア各国からの入場者を見込んでいる。営業時間は通常、平日は午前10時から午後8時までの10時間、祝日や週末でも午前10時から午後9時までの11時間。香港ディズニーランドの入場券については、香港ディズニーランドのパスポートを参照のこと。 開園初年度の国慶節を挟んだ大型連休に、香港を訪れた客は、香港の旅行業界が予測した70万人、香港政府見込みの50万人を大きく下回る42万人だった、ことが判明し、東京ディズニーランド開園時の方針と同様に、開園から4年の業績次第では、閉園も含めて事業を見直すことがあるとしていた、ディズニー側にとっても立て直しが急務となった。 開演から4ヶ月の2006年1月10日には、アメリカのディズニーパークリゾート社は、香港ディズニーランドリゾートのディズニー側総責任者で、あるドン・ロビンソンを更迭し、公認にディズニークルーズラインを立ち上げた実績のある、ビル・アーネストを起用し抜本的な改革が行われる、こととなった。しかしその後も、 主要ターゲットとして見込む中国本土の観光客の獲得が振るわず、2007年度の入場者数は1年目を約120万人下回る約400万人に減少した。面積が他のパークに比べ狭くアトラクション数も少ないことがネックとなっていたため、ウォルト・ディズニー・カンパニーは香港政府側に香港ディズニーランド拡張計画を求め、 拡張計画への認可とともに追加資金の拠出も求めていたが2009年3月17日にその計画が中止され、それに伴って設計や企画を担当していた社員約30名を解雇するということが発表された。しかし、同年7月に入り、ウォルトディズニーカンパニーと香港政府の間で拡張計画を行うことが発表され、 段階的な面積の拡充とアトラクション数の増加を行うなど入園者数も増加に転じた。2012年9月期には過去最高の670万人が入園し、開業後初の黒字を達成した。しかし、中国本土で上海ディズニーランドが開業した2016年から2018年にかけて3年連続、再び赤字に戻った。 合計3.45億本コンドルの損失額になる。建設現場、テーマランドと呼ばれる、テーマの異なるエリア6つからなる。各、テーマランドに配置されるアトラクションや、物販店、飲食店及び装飾品はそのテーマに合わせて、イメージの統一が図されている。また、中国国内のディズニーランドのため、それぞれのエリアは、英語だけではなく、漢字の名前も持っている。 パーク内のアトラクションは、香港ディズニーランドのアトラクションを、レストランは、香港ディズニーランドのレストランを、物販店は、香港ディズニーランドのショップをそれぞれ参照。詳細は、メインストリート USA を参照香港、ディズニーランドの玄関口にあたるテーマランド。パークに入場したすべてのゲストが、必ず通る場所で、様々なショップやレストランが並ぶエリアである。 メインストリート入り口には、香港ディズニーランド鉄道のメインストリート USA 駅がある。詳細は、ファンタジーランドを参照おとぎ話の世界を再現したテーマランド。風んの冒険や、イッツ・ア・スモールワールドなどがあり、子供に人気。パークの中央に位置するシンボル、キャッスル・オブ・マジカル・ドリームはこのテーマランドに属している。開園当初は、 眠れる森の美女の城という名前だったが、2020年にリニューアルが行われ見た目が大きく変更された。詳細は、トゥモローランドを参照、未来をテーマにしたテーマランド。カリフォルニアのディズニーランドに近いテーマ設定に加え、レトロなおもちゃやカートゥーンがモチーフの未来で、近年、世界各地のパークに多く新設されているディズニーピクサー映画をテーマにした アトラクションなどとも、愛入れやすい、明るい色調を用いたポップなデザインになっている。詳細は、アドベンチャーランドを参照冒険をテーマにしたテーマランド。他のディズニーパークにあるジャングルクルーズの形状や展開を変更したアトラクション、ジャングルリバー、クルーズなどが存在する。詳細は、トイストーリーランドを参照2011年11月18日にオープンした 映画トイ・ストーリーシリーズをテーマにしたテーマランド。ディズニーランドパリのウォルト・ディズニー・スタジオ・パークのトイ・ストーリー・プレイランドとアトラクションが共通している。入り口には巨大なウッディの像が立っているほか様々な玩具が配置されており、ゲストがおもちゃの大きさになったような錯覚を覚える。エリア内では等身大のトイ・ストーリーのキャラクターと触れ合い、アトラクションを体験できる。 グリスリー・ガルチは2012年7月14日にオープンしたテーマランド。1888年8月8日に金が発見されたゴールドラッシュ期前後のアメリカを舞台としており、他のディズニーパークのフロンティアランドに近い。ミスティックポイントは2013年5月17日にオープンしたテーマランド。 熱帯雨林地帯に1908年に建てられたビクトリア様式邸宅を舞台としている。風変わりな探検家のヘンリー・ミスティック教というオリジナルキャラクターが設定されている。ミスティック教の所属する探検家冒険家協会の設定やハリソンハイタワー3世とミスティック教が収められた写真があるなど東京ディズニーシーのタワー・オブ・テラーと世界観が共有されている。 2016年11月22日に2018年から23年にかけて109億本コンドルを投資して大拡張する計画を発表。以下の通り述べる。ディズニーフライト・オブ・ファンタジー・パレード2010年に香港ディズニーランド開演5周年を記念してスタートしたパレード。パレードソングのテーマはカリフォルニアのディズニーランドで開催中のディズニー。 サウンドセーショナルパレードと同じである。ミッキーのレイニーデイエクスプレス悪天候により、お昼のレギュラーパレードが中止された場合に実施されることがある。ディズニーペイントザナイトハロウィーン期間中は休止。ディズニーインザスターズ通常前を8時から行われる、打ち上げ花火のエンターテインメント。眠れる森の美女の城をバックに打ち上げられる。前日の 眠れる森の美女の城の増築工事のため2018年1月1日をもって公演を終了する。ミッキーザ・ワンダラス・ブック公演場所はディズニー・ストーリーブック・シアター・フェスティバル・オブ・ザ・ライオン・キング2005年9月12日に公演開始。ディズニー映画・ライオン・キングのショーでミュージカル形式で行われる。公演場所はシアター・イン・ザ・ワイルド・ジェダイ・トレーニング。 トライアル・オブ・ザ・テンプル・トゥモロー・ランドにある小規模屋外ステージにて公演。アトモスフィアショーとは定期的に行われるパレードやショーとは違い、小規模な賞のこと。毎日開催されるわけではなく天候の理由に、救援の日などあるが、事前に救援の知らせは出していない。またガイドブックにも記載されないため、いつ、どこで行われるのかもわからない。 一家2017年10月18日現在、公式 HP に記載のあるもの、ミッキーのハロウィーンタイムストリートパーティー2017年9月14日から10月31日まで、昼間に公演、ビランズナイトアウト、チャプターに2017年9月14日から10月31日まで、夜間に公演、メインストリート USA にて消耗度あり、 通常のパレードと異なり、エントランス付近から出発、インフォメーションボード前を通過し、ファンタジーランドトゥモローランド方面へ向かう。現在、香港ディズニーランドリゾート内には、香港ディズニーランドホテルとディズニーハリウッドホテルの2つのオフィシャルホテルが運営されている。宿泊者は1日分の金額で2日分の入場券が入手できるなど、様々な特典が提供される。 2004年からジャッキー・チューンがパークのアンバサダーを務めている。香港ディズニーランドリゾートのアンバサダーについては当該項目を参照のこと。ディズニー映画アナと雪の女王とアベンジャーズキャンパスのエリアを建設予定。またシンボルの城をキャッスル・オブ・マジカル・ドリームへとリニューアル中。ありがとうございます。